石川智博6月18日隊は、日本の政治家、元衆議院議員。北海道、アショロ郡アショロ町出身。三人兄弟のバッ実ュ。ジップは2003年のアショロ町長選挙で辞典になった、石川勲。を。アショロ町立西小学校、アショロ町立アショロ中学校、函館ラサール高校では、野球部に所属し、小。 中では、元プロ野球選手の三井浩二と同級生でかつ同じチーム。早稲田大学小学部在学中から小沢一郎の指定に所生として住み込み、卒業後は施設秘書を務める。2005年の衆院選で民主党公認で北海道11区より立候補。84,626票を集めるが、107,056票を得た。 中川翔一に赤敗率79.0%で、敗れる。しかし、民主党の衆議院議員、荒井総が2007年4月8日の北海道、知事選出馬に伴い、3月16日に辞職した、ため、比例区時点であった石川は3月27日に、総務省中央選管の承認を得て、繰り上げで、初当選を果たした。同選挙区では、民主党候補としては、 初の当選となり、日本社会党、新進党を含め野党第一党として、社会党、新村現有以来21年ぶりの議席となる。2009年、民主党の小沢一郎代表に対する西松建設事件で、小沢の公設第一秘書の大久保隆史が政治資金規制法違反で逮捕された際には、2009年3月12日に、東京地検から事情聴取を受けた。 2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙において、前回同様北海道11区から出馬し118,655票を獲得、中川昭一を破り再選した。2010年1月15日、小沢一郎の資金管理団体に絡む、陸産会事件の政治資金収支報告書に4億円の収入を記載しなかった。 政治資金規制法容疑で東京地検特捜部に逮捕される。これを受け同期の民主党衆院当選2回の議員13人が石川の不当逮捕を訴え、民主党内に石川智博大議士の逮捕を考える会が結成される。2月に起訴され民主党を離党。2011年7月、波紋覚悟で朝日新聞出版から悪党小沢一郎に仕えてお上司。 2011年12月28日、鈴木宗夫が代表を務める第一新民主党に入党。2012年2月3日、BS11 でアナウンサーだった坂中香織と結婚式を行う。12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙に、新党第一の公認を受けて、北海道11区から立候補した。北海道11区で地盤を持っていた。 中川正一の妻、無ベの挑戦を受け、小選挙区では約1万6000差で敗北した。しかし、新党大地から重複立候補していた、比例北海道ブロックの赤配率の結果により、復活当選し、3期目。2013年5月16日、北海道帯広市で開かれた講演会の役員会で議員辞職の意向を示すとともに、 陸産会事件で有罪判決を受けた件に関して最高裁判所への上告は取り下げないと表明した。5月17日に衆議院議長宛てに辞職願いを提出し、5月21日の本会議で辞職が許可された。石川の辞職に伴い鈴木宗夫の長女である鈴木隆子が繰り上げ当選することになる。これを受けて鈴木宗夫は重大な決断で言葉もない。 裁判での無罪を信じており、石川さんの再起に向けて、今後も連携していきたいと述べた。2013年12月31日、鈴木宗夫の同意を得て、新党大地を離党。2014年3月5日に、法政大学大学院、政治学研究科政治学専攻修士課程に合格。4月から大学院生となる。指導教員は、山口二郎。 大学院での研究課題は、英国におけるブレア政権誕生までの労働党改革と日本の民主党との比較研究。2014年9月30日付で、最高裁判所は石川の上記の上告を棄却し、禁錮2年、執行猶予3年が確定した。2015年4月30日付で民主党に復党。2016年3月、法政大学大学院。 政治学研究科政治学専攻修士課程終了。2017年10月22日投票の第48回衆議院議員総選挙では、前日有罪判決により公民権停止状態であり、ともひろの予想より衆議院議員総選挙が早まったという事情を考慮して妻の香織が立憲民主党公認で擁立され、 北海道11区から立候補し98,214票を得て、82,096票の前職、中川育子を下し当選した。2019年2月6日、立憲民主党、国民民主党、連合北海道、北海道農民連盟の要請を受け同4月7日の北海道知事選挙への立候補を表明した。日本共産党、社会民主党、市民団体、 戦争させない市民の風、北海道も支持を表明する野党統一候補となったが、全夕張市長の鈴木直道に60万票余りの大差で敗れた。評論家の佐藤優斗は協調を出版するなど交流が深い。法政大学大学院在籍時代に政治学者、河野康子のゼミに参加していた。ありがとうございます。